はい、はい、じゃあ論語ですね。そうですね、はい、じゃあ論語の方もなかなか、そうですね、ね、順調にいってますよね。志功、はい、さんの続きをね、はいはいはい、話ですけどね、はい、頭はいいんだけど、うん、ちょっとこう、うん、おちょこちょいなところが、まあそういうふうに見られておりますけどね、真はそうじゃないということですね。あ、そうですか。ちょっと話申し上げたいと思いますけどね、はい、はい、じゃあお願いします。志功さんというのはですね、非常にですね、才気のある方ですね。そこで孔子の生前はね、孔子さんはですね、お前は口を慎め、ね、まず実行しなさい、はい、うん、それからね、孔子さんはですね、あまり銭儲けということはですね、あまり喜ばんのですよね、金儲けというのは、はい、うん、金を儲けない人、眼界のようにね、金儲けが入ったですね。ああ、眼界さんね、うん、お父さんのですね、いわば壮麗のですね、付き添いぐらいでね、行くぐらいで散歩が大好きで、散歩が大好きで、はい、あとは仕事しないですもんね、あまり家で本人、うん、そんな方ですね。ですからね、お金がありませんからね、食べ物はね、はいはい、一杯のご飯とね、やはり、一杯の水ぐらいでね、一日過ごして平然としてる方ですよね。ああ、そうなんですか。はい、だから結局はね、欲はないんですね。欲はないんですね。はい、まあ、私は栄養失調で死んだと思いますけどね。死因がそうなんですか。まあ、推定するところね。はい、しかし、眼界はね、孔子がいっぱい褒めてるんですけどね。褒めてますね。だからね、立派な人だったろうと思いますけどね、業績は何も残ってないんですよ。芝生もあんまり書いてないんですよね。まあ、当然書けてないですからね。書くことないですからね。孔子を褒めた褒めたって言ってるぐらいのもんですね。あ、そうですよね、はい。功績というか、こういうことしたっていうのはないんですよね、確か。ありませんけれど、孔子が褒めてますから、立派な人だろうということで、後世ですね、孔子の廟を作りますとね、その脇にね、孔子に継ぐ人、亜生ということでね、はいはいはい、眼界のね、像が並ぶんですよ。なるほど、うん、しかしね、それもね、漢のですね、武帝がですね、国境化して以後ですね、孔子がそれだけ、まあ、政治の地位に行くんであってね、孔子が現に活動中はね、扱いはですね、ひどいもんでしたがね、該当ということを申し上げましたけどね、あ、はい、流浪中にですね、孔子の原稿はですね、どこの君主もそれなりにね、認めますけどね、雇うところまで行きませんからね、彼はね、就職できなかったんですよ。就職もできなかったんですよ。あ、そうなんですか。70カ国ぐらいですね、彼は渡り歩いてですよ、就職活動したんですよ。主な国がね、12か13挙げられますよね、戦国の七雄とかね、春秋の十二夜とかね、それは主な国でございましてね、200くらいあったんですよ。ですからね、強国はね、弱国をね、いつ平等にしようかと思ってね、常にですね、睨んどってますよ。弱いと思うとですね、侵略してですね、その国を取ってしまってですね、どれも取るんですよね、うん、そういう時代です。春秋時代もそうですけれど、戦国時代になるともっと大っぴらにやるんですよね、うん、ね、まあ、奴隷の取り合いですもんね、あの時期は。労働力いったらね、農業機械もありませんし、工作機械もありませんからね、人間使う以外は法はありませんからね、人間の取り合いですよ。ですよね、はい、そういう時代ですね、はい、まあね、あんまり今も大して変わってないってことだろうね。変わってないですね。それはいずれ牧師のところでね、牧師はね、非行論と言いましてね、攻めちゃいかん、戦争しちゃいかんということを言ってるんですよね。それから敬愛論というところでですね、人は自分を愛するように人を愛しなさい、こう言ってるんですよ。牧師は平等に愛せる。それをですね、儒者
特に申し当たりはね、労働に合わせを言ったらですね、使用するように他人を愛するのかと。あ、うん、そんな定義をですね、認めないような考え方はいかんと。この図から人間にはね、尊い野心があるからね、やっぱり愛にもですね、定義があるべきだなんて言うんですけどね、うん、牧師は立派ですね、うん、自分を愛するように人は言いなさい、君主もですね、自分の国を愛するように他国を愛しなさい、それは戦争なんかできんって言うんですけどね、うん、2500年前に、まあそういうですね、非行論で述べた牧師は偉いんですよ。そしたら、ブッダと並び称しても全然引け取らないですね。うん、そうですね、そうですね、うん、悟ってますね、その考え方は。いや、徹底しておりますよ。ブッダのようにですね、まあ座禅をやってですね、行い済ましてね、自分だけ悟るんじゃないですよ。この人はですね、侵略国家に行ってですね、そうですね、君主を説得するんですよ。自ら攻撃してますもんね、うん、そしてですね、君主は言うこと聞かんとね、私のような備えがあるからね、じゃあやってこいということでですね、あんたが侵略している国家にはね、もう私の部下が入れてあるというとね、うん、もう君主はね、牧師のですね、集団がもう入っとればね、うっかり攻められないってやめるくらいに強力な軍団を作っとったんです、うん、学者の軍団じゃありませんからね。彼はね、まあ軍団の中をね、3つぐらいに分けておりましてね、うん、まあ教育する軍団、テキストを作る軍団もありましたけどね、あ、じゃあもう一つですね、軍備を作るね、武器も作ったんですよ、戦争の部分も、うん、工作者の一団を作っておりましてね、そこでですね、武器を作ったんですよ。その辺が難しいところですね、武器、うん、非暴力がいいか、武器を持ってね、やっぱりね、備えがないとね、いくら非暴力言ったってするから、相手がですね、残虐な国家であればね、襲ってきますよ。やっぱり日本みたいなところでもやっぱりね、核を持った方がいいっていう人もいますからね。うん、やっぱりね、核を使うために持つじゃないですか。持つんじゃなくてね、イスラエルのようにね、アメリカのね、黙認がないといけませんけどね、やっぱりね、備えておかなきゃなんですよ。結局使うんではないですからね。いざという時にありますよ、あの国があるらしいというね、そういうですね、匂いでもいいからね、匂わせなきゃなんですよ。だからね、安倍内閣もね、勇ましいことを言ってらずにね、黙って作らなきゃなんですよ。で、常にですね、2、30個ないといけませんね。うん、作る能力と、プルトニウムっていうかね、持ってるんですよ、日本は。恐ろしいと思ってますよ。いくらもできるんですよ。いくらもできますよ、あれ、うん。ひょっとしたらね、もう作ってるかもわかりませんよ。そうですね、何でしたっけ、ちょっと前、ありますよね、文字でしたっけ、こうする。あんなのはちょっとなんか、えらい厄介者になっちゃってるんですよ、あれ。確か1日にね、5000万ぐらい買ってますよ、多分費用。管理するとダメですよ。そっと置いとかなきゃいけない。そうですね、恐ろしい税金かかってるんですけどね、うん、もうちょっとこう、ね、そんな抑止力にもならないものをね、管理しててもしょうがないですからね。まあ、油断になりました、すみません。何でしたっけね。牧師なんですね。牧師の話を言いましたけど、志向さんに戻りますね。はい、志向さんはね、皇室が亡くなった時にですね、石野まで、弟子たちが集まりましてね、盲導するかということで、やるかやらないか、はいはい、話し合いで決めたんだ。大体元というのはね、血縁関係でやるんですからね、先生の関係でやらんでもいいんですよ。まあ、弟子と、ね、まあ、弟子でも近い弟子とかで、ちょっと遠くなってたら、その全部が全部ね、うんうんうん、ぜひね、志向さんがね、はい、先生のためにはね、我々は3年の藻に服そうと言ったんです、3年の前。3年の藻行ったらね、これは一応ですね、例の中で一番長いんですよ。和に対する藻が3年ですからね。3年の藻というのはね、孔子も主張しとったんです。生前に。孔子の弟子の中にね、才賀というのがありましてね。初めて聞きましたね。これは皇帝ですよ。
コーヒーの文人帳がありますけどね、はい、文人帳に72名の名簿が出来上がっておりますけどね、それはまあ後世作ったもんですけどね、それではトップにね段階がありますけどね。あ、トップですか。トップ、うん、この三夜という人は5番目ぐらいに変えたんです。あ、そうです。5番目。で、四孔はその後に変えたんです。四孔はこの三夜の後6番目ぐらい。そうなんですか、うん、で、白はね8番目ぐらいに変えたんです、文人帳の。ですから有力な弟子なんです、才賀というのはね、うんうん、でこの人がね、孔子の先生にね、元言うのはね、先生1年でいいじゃないですかと言ったんですよ。あ、この方は、うん、何でもやっとるとね、礼というのはね、孔子が教えてますけどね、その礼も忘れちゃうと、細かいところはね。なるほど、うん、もうそれから孔子はですね、音楽もね非常に重要なね、言ってますね、音をなんか、はい、教科目ということでね、教えてるんですけどね、音楽の調べもね、乱れてくると、うん、だから先生、1年でいいじゃないですかと言ったの。じゃあ講師はね、お前が1年というなら1年でいいよということを言ってですね、後でブツブツ言ったんですよ、うん、大体ですね、親が死んだら、ね、3年ぐらいやるのが普通だと。というのはね、人は生まれてね、3年ぐらいはね、親の懐の下で、まあ、それはそうですね。死んだらね、3年どころじゃないですからね。3年ぐらい帰らなくちゃいかんと言った。最後は1年でいいと言ったからね、まあ最後はね、孔子が亡くなってね、3年の間にみんな薬るときね、1年で帰ったかもわかりませんよ。ああ、うん。記憶は残っておりません。残ってませんか。うん。そのですね、3年やらなくちゃいかんということをですね、後で孔子がブツブツ言ったということをですね、四孔知ってますからね、うん、でみんなに3年ということでね声かけたんです。でみんな3年やったんです。で彼は6年やったんですね。6年やったんです。彼は6年やったんです、うん、だからね、軽薄な祭司のように見られておりましたけどね、実はそうじゃないということはね、後の原稿で分かったんですね。しかしね、牧師というのはね、これを批判してるんですよ。あ、このことも、この長すぎると、長すぎる、うん、それを話してもらうとね、ちょっとね、時間がなくなりますから、はい、簡単にですね、その、はい、もの話をいたしますけどね、3年のもと言ってもですね、実質3年じゃないんですよ。起算日はね、死んだ日のですね、前日から数えるんですよ、うん、前日、うん、今日はですね、何日ですか。3月24日ですね、はい、今日私が亡くなったといたしますと私のですね、死んだ日はですね、前日にするんです。23ですか。23にします、うん、そうすると今日から計算、するんじゃなくて前日の計算ですからね、だから23、うん、24っていくことですね。そうですね、うん、ところがですね、はい、3年のもと言いましてもね、3年目、実際3年目じゃありませんね、うん、1日前ですよね。1日前ですから、3年のもというのはね、2年やると次に3年目に入りますね、はい、3年目に1日でも入ったらもう3年のもということで、それで終わるんです。うん、そういう計算の仕方、うん、あ、じゃあ、うん、命日はもう入ってるから、うん、そうです、うん、うん、3年といっても、もう起算日はね、前日から計算するから、明治の日にですね、1年が満了し2年が満了するわけですから、1日経つとですね、3年目に入りますからね、うん、3年目に入ります、うん、2年やるでしょ、2年喪に服しますね、はいはい、そして3年目は1日でも入れば3年の喪で終了ということに計算するんです。2年と1日でそういうことですね。そういう1年、丸々1年ぐらいもう。やらんでもいいということ。3年の間だから、うん。これ実際それでやったんですか、ね、それでやってます。で、今の、仏教もそうですよ。今の仏教もですね、インドから伝わりましたけれど、釈迦とですね、孔子さんはですね、大体似たような年度ですね。5、6年ですね、釈迦の方が、年長かもわかりませんけどね、うん、しかしですね、インドから中国に仏教が伝わるまではね、
まあ何百年もかかっておりますからね。したがって、中国仏教をですね、この儒の礼を取り入れましてね、それで一周期三周期の計算してるんですよ。一周期の、でも、志功さんですか？志功さん。まあ、5年はいるわけでしょ？5年やったんです。ね、うん、クラス1年はカットしたって、うん、5年ですもん。うん、それをですね、牧師が批判しておりますからね。じゃあ、それは次回申し上げます。はい。ありがとうございます。今日も聞いていただきまして。